必要なものってなんだ。気配り。それもね。正解は無線局免許と無線従事者資格。ルールを守って楽しいキュー。ゴーゴー電波くん。アマチュア無線でやっちゃいけないことってなんだ。遅刻の言い訳。電話でしたら。アマチュア無線を仕事に使ってはいけません。ルールを守って楽しいキュー。ゴーゴー電波くん。アマチュア無線で使うサインはなんだ。 V サイン。 V じゃなくて更新の時は必ずコールサインを言いましょう。ルールを守って楽しいキュー。ゴーゴー電波くん。アマチュア無線で守らないといけない法律は。電波くんだから電波法。正解。やった。電波法を守ってアマチュア無線を楽しもう。ルールを守って楽しいキュー。